このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、対決を再現したりして本当に美味しいのはどっちなのなどを研究する料理研究部です。チャンネル登録して一緒に研究部員として盛り上がりましょう。合言葉はイエーイ星です。イエーイ星、チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンまさきです。前回スーパー食いしん坊コラボ以来のズボラさんとのコラボなどで気合を入れて陽一のように魚市場に来てみました。今回はここでイカとサザエを買って陽一の作ったイカのドライカレー詰めを再現していこうと思います。またズボラさんも同じようにチャレンジしているので、よかったらそちらも見てください。それでは陽一のイカのドライカレー詰め再現していきます。サザエを圧力鍋で煮ていきましょう。お水、カレー粉、カリパッタ、ローリエ、レモングラス、唐辛子を入れて圧力鍋で煮込んでいきます。蒸気が吹き出してから10分ほど経ったら火を止めて圧力が抜けるまで放置します。では詰めるドライカレーを用意します。陽一は一度炊いたご飯を詰めたようですが、多分それだとご飯がべちゃべちゃになってしまうと思うので、普通のイカ飯方式でもち米に生米をブレンドして作っていきたいと思います。実はドライカレーって定義が曖昧なので、これも一応ドライカレーっていうことになります。もち米1、生米2を入れ、水を3、カレー粉を入れて3時間ほど放置しました。お米がいい感じに水分を吸ってくれましたね。では圧力鍋の圧力が抜けたので、サザエを取り出していこうと思います。では中身を抜いていきましょう。陽一は綿の部分しか使わないので、メインの部分は小西さんの貝のカレーにあげようかと思います。イカです。こちらも中身を抜いていきます。せっかくなのでイカの内臓もカレーに入れちゃおうかと思います。ゲソは1杯分はご飯に混ぜ込み、そしてもう一つは足ごと包んでいきます。ではイカの中にお米を入れていきましょう。イカの3分の2ぐらいまでお米を入れていきます。あまりぎゅうぎゅうに押し込まないのがコツですね。残りの3分の1の部分にはゲソを入れて用事で止めます。もう一個はゲソがないので、ゲソなしで包んでいきます。サザエを煮た時の出汁の中にイカとサザエの内臓とイカを入れます。ガズマに勝った時の工夫のパイナップルも入れときましょう。では圧力鍋で加熱していきます。お米大量に余っちゃったので、バーベキュー用のつぼ抜きイカと茹でたゲソで大量生産をしていきます。ゲソをさらにご飯に混ぜ、つぼ抜きイカにも同様にお米を詰めていきましょう。まあ、家で再現するときはこれが楽な方法ですね。前回めんつゆ一人飯のイカ飯の時に、圧力鍋がないので炊飯器でもいけますかっていう質問が来てたので、今回はそれで実験してみます。唐辛子、生姜、みりん、カレー粉、白だし、水を入れて炊飯モードで炊いていきます。圧力鍋の方のイカ飯は仕上がったので取り出してソースを作っていきます。一度こしてカレーリーフやローリエなどの葉っぱ類を取り除き、サザエとイカの内臓は戻していきます。それでは玉ねぎをみじん切りします。買ったはいいものの使いどころのない包丁ベッツァルーナでみじん切りしていきましょう。そして言うほど切れ味は良くないです。匠アルディーの気持ちになりながら玉ねぎを細かくしていきます。フライパンにバターを入れ、みじん切りの玉ねぎを炒めます。塩コショウ、さらにカレー粉を入れて炒めていきます。ここにサザエとイカの内臓を煮たスープを加えて、隠し味にインスタントコーヒーも投入しておきましょう。しばらく煮込んでいきます。玉ねぎが煮えてきたら具材をすべて一度ミキサーで回していきます。サザエの綿で結構黒っぽくなりましたね。回したら鍋に戻してカレー粉を入れて沸かしていきます。味見をして味を整えます。ちょっと甘みが足らないと思ったので蜂蜜を加えておきました。この完成したソースの中にイカ飯状態のドライカレーを入れて温め直します。ソースを温めている間に付け合わせを作っていきましょう。
じゃがいもの皮を剥き、スライサーで均等な厚さに揃えて細切りのフライドポテトを作ります。では油で揚げていきましょう。フライドポテトとポテトチップの中間ぐらいを狙って揚げていこうかと思います。揚がったらペーパータオルで油を切ります。海藻サラダの方も水で戻しておきましょう。炊飯器で炊いた方もちゃんとできましたね。圧力鍋で仕上げたよりもなんか柔らかくできたような印象です。それではイカ飯を食べやすくカットしてお皿に盛り付けていきましょう。細切りのフライドポテトと海藻サラダを添えたらミスター味っ子陽一式イカのドライカレー詰め完成です。それでは早速食べていきます。いただきます。普通に美味しいですね。しっかりとご飯にイカの旨味が詰まっています。そしてサザエの綿は言うほど感じないですよね。ただまあ美味しいシーフードカレーには変わらない感じです。ちょっとやっぱりご飯が欲しいって感じがするんですけど、その分もうこのフライドポテトで我慢するって感じになっちゃいますね。まあでもご飯で食べた方が美味しいような気がします。そして海藻サラダもあまり進まないですよね。まあこれはドレッシング次第な部分もありますけれども、まあ所詮海藻は海藻ですからね、サラダと言われてもって感じですね。ちなみにこれを食べたうちの嫁の感想は、まあ普通のイカ飯の方が美味しいよでした。ごちそうさまでした。このチャンネルは対決再現がメインなので、他の3人のうち今回は小西さんのカレーを再現していきます。下中さんの金目鯛カレーも近日公開なので、チャンネル登録の方お願いします。陽一の残したサザエ、粒貝、ホンビノス貝、アサリ、ムール貝、ホタテの違いなど、様々な貝を圧力鍋に入れていきます。小西さんは貝を煮込みすぎて硬くて負けちゃうんですが、今回はその弱点を克服して作ります。小西さん肉体決する時にパパイを使ったりしてタンパク質分解酵素を使いこなしていたのに、今回は使ってこないんですよね。そんなわけでタンパク質分解酵素のあるパイナップルと一緒に貝を圧力鍋で煮ることによって柔らかく仕上げていきたいと思います。こちらも蒸気が出てから8分ほどで火を止めて蒸気を抜いていきます。では圧力が抜けたので貝を殻から外していきましょう。狙い通り貝がめちゃくちゃ柔らかくなっています。大きすぎるサザエやホンビノス、粒貝は食べやすいサイズにカットしておきます。ペーパータオルでスープをこして細かい殻や砂を取り除いていきましょう。一緒に煮たパイナップルはミキサーで回して鍋に戻します。スパイスをブレンドしてスープの中に入れていきます。クミン、ガランガル、コリアンダー、カルダモン、クローブ、ガランマサラ、SB のカレー粉、CA のカレー粉が入ってますが、ぶっちゃけ市販のカレールーの方が美味しく仕上がると思います。スパイスが全体的に馴染むまで煮込んでいきましょう。あと貝のカレーは塩分が強いので、生クリームなどを少し多めに加えてマイルドにしていきます。小西さんは付け合わせにマッシュポテトを使っていたので、邪魔がいもを茹でて潰してマッシュポテトにしていきます。軽く塩コショウと生クリームで味を整えましょう。ご飯はバターライスですが、どうやら炊いたやつではなく炒めたバターライスっぽいので炒めていきます。塩コショウと軽く白ワインの風味をつけて仕上げていきます。これを四角くお皿に盛り付けてマッシュポテトを添えます。バターライスにパセリを散らしカレーソースをかければ、小西和也の貝のバターライス添え完成です。それではいただきます。貝が柔らかくなったことで弱点がなくなり、貝の旨味いっぱいのシーフードカレーになりましたね。小西さん、序盤で陽一は貝が硬くなるの気がついてたのに、そのまま工夫しないところがさすがに永遠のかませ犬っぽいところですよね。今回も青パパイヤ使いなさいよって感じですよね。そして肉料理の天才ならサラダにベーコンとかローストビーフとか、自分の持ち味を生かす一工夫すればよかったんじゃないかなって気がします。小西さん、もう一工夫頑張っていれば陽ちゃんには勝てたような気がします。ごちそうさまでした。今回の研究結果です。イカ飯カレーは圧力鍋がなくても炊飯器でも作れて、そっちの方が柔らかく仕上がります。
中学生のうちから変な金銭感覚を持たせると結婚後に放浪の旅に出る変な大人になっちゃいます。貝もタンパク質分解酵素を使えば柔らかくすることはできます。ズボラさんはイカ飯カレーを再現できたのか、ズボラさんのお子様がイカ飯カレーをちゃんと食べたのかがとても楽しみです。今回の追加研究です。2人のカレーを合体したら超美味しいんじゃねえかなと思って興味からやってみましたが、イカ飯カレーは温め直しに向いてないですね。温めるのを待ってる間に焦げてしまいました。そんなわけでちょっと台無しにしてしまいましたね。ただソースは美味しいです。焦げの味さえなければ。そしてやっぱりカレーはご飯で食べた方が圧倒的に美味しいです。今回再現したミスター味っ子、もはや説明は不要ですよね。他の漫画家さんは完結すると他のジャンルの漫画に行くことが多いですが、寺沢先生はずっとグルメ漫画を描き続けてすごいですよね。ぜひ味っ子をはじめ寺沢先生の作品、この機会にまた読んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この後金目鯛カレーや伊勢海老カレーの方も作っていきますので、そちらの方もぜひ楽しみに待っていてください。そして今回コラボしたズボラさんも金目鯛カレーの方を作ってたりしますので、そちらの方と見比べてみたりして楽しんでみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。